葉緑素系とは、葉緑素を計測するための計測器で、主に農業や林業等に用いられる。葉緑素系は、植物の葉に含まれる葉緑素の濃度を数値化する計測器。葉緑素は一般に400から500ナノメートルの青色域と600から700ナノメートルの赤色域に吸光体を有してはいるものの、青色域では、カロチノイド類など、 他の色素の吸収波長と重複するので葉緑素のみが吸収する赤色域とどの色素にもほとんど吸収されない赤外領域の高額濃度差をもとにスパッと地を算出する。穀物などの農産物への窒素肥料の施費は収穫量、品質に密接に関連するが過度な窒素肥料の投入は逆効果であり、収穫量の低下、品質の劣化を招くだけでなく、 硝酸塩の形態で土壌中に蓄積して地下水への流出、汚染を引き起こすことが懸念される。そのため従来の補助単位での確一的な窒素肥料の大量投入を改め、よりきめ細かい空間単位ごとに計測を行い、窒素ストレスを起こしている空間単位のみに窒素製品を行う必要があり、そのためには生育状況の正確な把握が不可欠である。 一般に作物体の窒素量が多くなると、葉緑素含量も増加するので葉の緑色濃度が高まるという性質を応用する。構造上、飼料となる葉を1枚ずつ挟んで測定するので、広大な面積で測定するためには、時間がかかるので近年の精密農業では特定の波長を透過するフィルターを備えたカメラを使用した画像解析の手法が採用されつつある。 葉緑素系は内部にピーク波長650ナノメートル付近の赤色領域の発光ダイオードとピーク波長940ナノメートル付近の赤外領域 LED の2つの光源が内蔵されている発光部と受光部があり、測定する資料を発光部と受光部で挟むと2つの LED が交互に点灯してその光が資料を透過して受光素子に導かれて光電変換される。 スパッと、メーター以外のデジタル容力素系も、波長領域に若干の違いはあるが赤色と近赤外のに、波長級高度差測定法が用いられる。ピーク波長650 n m メートル付近の赤色領域の発光ダイオードとピーク波長940 n m メートル付近の赤外領域 LED の2つの光源がある。フォトダイオードが用いられる。葉を1枚1枚挟んで色を測る。 測定者の主観に頼る従来の灰色カラースケールを使用する方法と比較して熟練度に依存せず精密で客観性が高い。歯を1枚ずつ測定するので長い測定時間を要する。ありがとうございます。